どうもなおちんです。本日もモンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はレベル上げをやっていきます。数日前にレベル上げの動画出しました。好評でね、結構見てもらったんですけども、そこよりもさらに美味しい場所発見しました。前回のレベル上げの場所、ここだったよね。竜の寄り地2層だったんだけども、今回は6層です。敵がちょっと、いや結構強くなってる。結構強くなってるので、ワンパンするためにはレベルが60ぐらい必要です。60ぐらい。なんで仮想でレベル60ぐらいまで上げて、次はここという感じでやってください。仮想のところが5分で1周できて10万経験値が入りました。5分で10万。結構美味しいよね。めちゃくちゃ美味しいよ。でも、ここはもっと美味しいです。5分で周回できて15万ね。1.5 倍の経験値をもらうことができます。はい。では、早速、どの道順で行くかっていうのを紹介していきます。まず、ダッシュでまっすぐ行きましょう。そうすると敵がいますので、こいつを1層で戦っていきます。60ぐらいあれば、この敵は全部1層できるので、大丈夫です。ああ、今、新しいね。新しいお供を入れてきたので、結構レベルが上がってくると思います。レベル1のやつとか入れればね、一気に36、7まで上がるので。よし。じゃあまあ、こういう風に行きますね。うん。ノンストップで行くね。ノンストップで行くと、だいたい本当に5分ぐらいだよっていうのがわかるんで。で、次、ここ。あれ？当たらない。当たらない。正面からね、ガシッと当たれば、確実なんだけども。横のちょいあたりじゃダメだったかな。で、ここを倒して、次のフィールドに入っていきましょう。次が、こっち側です。あ、そうか。クリアした後に、地図を見てもらえばわかるか。地図を見てもらえば、自分が通った道筋が、てんってなるんで、わかりやすいよね。それで見せていきましょう。うん、まあ、なんだ、最初の頃、ここをワンパンできるとは思いもしなかったね。まさか、このレベルのやつをワンパンして倒していけるなんて。うん、でもまあ仕方ないよね。レベル差がありすぎるんで。仕方がない。で、マルチプレイを、今日の朝からし始めたのよね。今朝始めて、まあみんなのレベルっていうのがわかるけども、50代が多いみたいですね。50代が多い。で、次いで、40代。で、60代もぼちぼちいて、70代は結構珍しいかなっていう感じです。で、レベル99を2人見た。2人。あのね、99って、このモンハンストーリーズ2ね、えぐいよ。えぐい。ここ数年のゲームの中で、一番えぐいかもしんない。俺もここ数年ね、いろんなゲームで、レベル99、マックスまで上げてきたけども、これが一番えぐかったかな。とんでもない感じになってます。99まで上げた人って相当すごいと思うよ。相当すごい。だって、レベル40代、レベル40代とかって次のレベルまでの必要経験値どんぐらいだ。3、4万でしょ。3、4万もしくは5万ぐらいとか、それぐらいの感じだよね。それがもうどんどん上がってきて、レベル70代とかになると、レベル1上がるごとに、必要経験値が10万ずつぐらい増えてくるのよ。とんでもない。
ちなみに俺今レベル77なんだけど、77から78までで、必要経験値がね、120万ぐらい。おかしいよ。頭おかしいんじゃないかと思ったもん。なんでこんなに一気に上がる必要がある？おかしいよ。だってそれまではね、60代とかまではね、次のレベルまでの経験値が、まあ1万とか2万ぐらいよ。上がったとしても。でもそれが70代になって急にね、プラス10万とかやられてもそりゃ困るよ。そりゃ困る。これ、おそらく90代とかなると、もうエグすぎると思う。とんでもないと思うよ。うん。98から99上げるまでに、多分、5、600万経験値必要なんじゃない？ 5、600万って、何時間しなきゃいけないの？まあ、ここ5分周回で15万だから、多分3時間ぐらいしないと、レベル上がんないよね。うん、厳しい。でもそれでもまあ、上げようとは思うよ。レベル99までは。上げようとは思います。昔ね、もう十数年前に、ネットゲームやってたんですよ。MMORPG のゲームやってて、その時の、エグさがあったから、まあまあ、まだ可愛いもんだよね。まだ可愛いもん。もうガチで1日、5、6時間、ずっとレベル上げをして、レベル1上げるのに、1ヶ月以上かかったからね。そういうゲームやってたから、まあまあ3時間で1上がるんだったら、可愛いもんだよ。全然、気持ちがついていけるね。昔があったから、今がね、あるわ。気持ちが全然ついていける。で、はい。このディノバルドを倒して、おしまいだね。これ、ディノを倒して、とりあえず一周おしまいです。今から戻るね。で、こっから戻って、で、これ6階だから、5階に入り込みます。で、そして、出てきて、またこの集会が始まるっていう感じだね。うん、最初のね、3、4時間ぐらいは、無事なんだけど、それからがちょっとね、気持ちがやられてくるんだよな。ここだね。ここに入ると、5階に戻ります。では、地図をお見せします。こういう感じ。です。これ、ズーム、あ、小さく見れるね。こういう感じで、進んでください。この道順で進むと5分で周回できまして、経験値が15万入ります。あ、もちろんお祈りとお札を忘れないようにしてください。あれを入れて15万ということです。はい。まあ、とりあえず70までは全然上げていけると思うので頑張ってみてください。ただ70以降は本当に本当に鬼畜っていうぐらいある。あります。なので、はい、レベル99まで目指したい人は気合を入れてやってみてください。俺も99目指します。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。